2018年が明けました。今日は元旦、今朝の10時ですね。昨日夜更かしたんでちょっと朝寝坊しましたけど、朝の7時ぐらいからですね、静香ちゃんがニヤニヤ泣いて散歩連れてけと。のび太くんは最近あれですね、誘ってこないですね。静香ちゃんの方が散歩に行きたがります。今日はすげえいい天気です。昨日の大晦日は曇って雨が降りそうな感じでしたね。大手町ではなんか初雪が降ったとかニュースでやってましたけど、私が住むところ同じ都内でもこっちは雪は降らなかったですね。静香ちゃんがいつも来るこの鳥が近づいてくるというこの塀のとこですね。みーちゃん、ここに来たくてしょうがなかったんでしょ。君は朝からこんな寒いのに。寒がり静香ちゃんが鳥を取るためなら寒さもいとわず外に出たがります。匂いを嗅いで、鳥の匂い、みーちゃん。今日は鳥はいないみたいですね。さえずりの声が全く聞こえません。鳥も時間帯によってこう飛行経路があるみたいで、今の時間帯は鳥がこの辺りを飛んでない時間帯だと思います。夕方とかですね、午後になると鳥が結構飛んできますね。でもそんなことは静香ちゃんは知らないんで、ここに来れば鳥がそばに飛んでくると思ってるようです。遠くの方でかすかに鳥の声が、さえずる声が聞こえますけれども、ここまでは来ないですね。静香ちゃん来ないよ。ここにずっといても私寒いんだけどね。真冬に同じところにずっと立ってるのは辛いですね。動いてくれないと。ワンちゃんの散歩みたく。猫ちゃんの散歩は、特に静香ちゃんの場合はこうやってじっとしてる時が多いから辛いな。早く来ないかなと思ってんでしょうね。え、来ませんね。行こう、静香ちゃん、行こう。行くよ。はい、行きましょう。はい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 、ほら静香ちゃん前。ちょっと今引っ張ってみますね。おいおい、かなり力いっぱい引っ張ってますけど、なかなか来ないですね。うん、しょうがねえな。
鳥の声が。静香ちゃんは鳴き声の方を見てますね。今度はナット君、ナッツ君、のび太君の番です。静香ちゃんを家に入れたらもう玄関にのび太君が待ってます。いつものことですけれど、のびちゃん待ちくたびれた。今日は静香ちゃんですね、どん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 遠くの方に行ってしまって、やばいとこまで行ってしまいましたね。あまりにも遠くなって危険だったんで戻ってきましたけど、ちゃんと戻れてよかったです。暴れなかったです。のび太くんじゃあそこまでは絶対行かれないな。危険すぎて。兄ちゃん。うん。のび太くんは前のように動かなくなっちゃって、散歩しても様子を伺うようになりました。これはちょっと玄関前ですね。玄関前、これお正月なんだ。あれ見てください、見えるか、迎春貼ってあります。のび太くんは外に出ると体を頻繁に舐めます。家の中ではあんまりないです。寝る前ぐらいしか舐めないんですけれども、外に出ると頻繁に体を舐めるっていうのは緊張して汗をかくんでしょうか、ね、兄ちゃん。今大きな鳥が飛んできて目の前をよぎってきました。のび太くんはびっくりしてしまってすぐに塀に駆け上がって、塀の上をですねここまで走ってきましたけど、鳥の方がすばしっこくてあっちの空の方に飛んでいってしまいましたね。なかなか鳥が捕まえられませんね。残念ですね。
どうした？落ちそうになった。猫なのに、猫なのに塀の上から落ちそうになった。笑っちゃった。うん？鳥か。鳥に慌てて反応したからか。笑ったな今。今散歩から家の中に入れました。戻って。みーちゃん。